77.5 FM 新潟。では頑張っている若者たちにアドバイスをお願いします。はい、それではですね、私の経験からということになるんですが、今現在ね、若い人たち一生懸命頑張っていると思うんですが、チャレンジした結果いい成果が得られないことも人生の中ではたくさんあると思うんです。ただ自分自身でやりきったという思いがあれば、結果はダメだとしても必ず次につながるので、やはり自分自身しっかりと自分の中で手を抜かないでやりきること、これが私にとっては非常に大事かなと。結果は後からついてきますが、それがどうあれですね、自分自身がこれをちゃんと最後までやりきったという思いがあれば、先ほど申し上げました通り必ず次のステップにつながると思いますので、そんなところを意識してですね、粘り強く頑張っていただければと思います。